プライベートのいろんな人間関係とかそういう悩みが重なるとやっぱり結果自分の中でやっぱサッカーしてたいなっていうのに戻るんで、なんかそういうのを一気にサッカーしてると解消になるし、サッカー頑張ろうっていう気持ちになれるんで、うまいなんか解消法になってます。好きなことやって、そう好きなことをやって解消するって、だからサッカー好きなんです。僕大将、僕サッカー好きなんです。なんで2回言ったの？好きっていうか没頭できんだから。かもしれない。俺たちがだから握ってその没頭してるのと一緒で、それ終わったらさ全部考え事があるけど、あなたたちは多分90分ちょっとだよね。やっぱ握ってても一緒ですか？握ってる間そういう他の問題があっても抜けてます。喋ってるものも何もかもが多分没頭してる瞬間で、俺だって性格こんなんじゃないからね大体。そうなの？お客さんがやっぱりこう楽しいだろうなとか美味しいだろうなってやっぱりずっと考えながらやってるから、だからそれ合わせるよね、はい、ある程度、うん、で譲れないものってあるじゃない自分の絶対どっかで、そこは持っとってもこの何十分間の流れはプロとして気持ちよくお客さんに帰ってもらいたいっていう感じで、うん、こうだから黙ってる時もあるし。昔の選手って怖くないですか？結構怖いんですよね。大悟くんたちの若手の時の先輩たちは結構基本的にみんな怖い人だと思う。怖いけどこっちも結構言ってたの、もっと喧嘩してたもん。ああこっちがね。でも怖いっていうか暑いんじゃない？うん。ああそう。暑さはそのベクトルが昔と今とじゃちょっと違うみたいな。なんかプロっぽいっちゃプロっぽかった、うん。なんか自分がいいプレーするために要求がすごい。ちょっとね。僕もそっちタイプなんですよね。言われたら言い返す、自分が負けましても言い返す、負けねえそこはみたいな。終わってから謝ればいいやぐらいの。ちゃんとしますもん。おもろかったな。それでいいプレーできるならね。しかも面白いのがボールプレーそっちしてるのに言い合いしながらボールプレーしてるんですよ。で終わって、うん、またしかもくだらないんですよ、前ボールかそっちボールかみたいなので、こっちボールなのに勝手に始めて、前棒だろうってずっと言って、そしたら俺が、いやこっちボールでしょお前なんでそっから見えんだよって、いや前棒つってんのこっちだろみたいな、バー言い合いみたいになって、そしたら俺のことマジで再起不能にしようと思ったらしくて、削ろうと思ったらしくてでももう来ると思ったからすぐパス出して逃げて。今の話ってそれこそ練習試合ってこと？普通の練習。紅白戦なんだ今の話。はい、そうっすよ。試合じゃないの？いや普通の紅白戦で。いいやって。なんかちょっと思い出してきてイライラしてきたから。いやでも。お前今日払え。いや前もだってあれは。前も前も。がった。そっちボール。会見もそっち。いや俺ね提案があるんだ。日本サッカー協会、はい。日本の笛を作ろうぜ。日本の笛なんてないっすよ。世界じゃん。まだまだです。これ使った方が本気です。日本のために彼は今から嫌われに行きます。お願いします。なんていうかな、いやもう言っちゃえばいいじゃないですか、はっきりと。なんで俺を、いやもうそれは日本のために、いや文句でもなんでもないけど、まず対話ができない人も結構いるんで、まあ選手側も悪いんですよね、その言い方がやっぱり頭ごなしの感じで言っちゃうところもあるんで。向こうも頭ごなし、やっちゃうなんかこうそれを閉ざしされたり。俺はねなんかすぐ笛吹くよっていうイメージ。それもあります、それもあります、はい、なんかやっぱり独特の緊張感みたいな、その選手から言われちゃうし、で外から見てる人はリラックスして見てるんで分かるようなことも、その当事者になった瞬間にちょっとやっぱ判断を難しくなるっていうのはあると思うん でそもそもその運動神経とかの問題なのかなと思ってたんですけど、この間ね、うん、元選手がやってたじゃん、が心配やってたんですけど、大したことなかったんで。僕のあれとかファールじゃないよ、ターンした時の前半覚えてます？真ん中でターンしてなんか持つだとこう、ファールだとしたらこうやってやってる時最初でしょ、うん、でもあんなのあるじゃないですか、お互い食ってやってるんだから。まあプレミアが吹かないなっていうイメージがあるんだけど。いや上手だと思いますよ。じゃあスペインってどうなの？そんなに海外サッカー見ないかな俺ら。俺は見ますよ。見る？多分。どうなの？いやスペインは基本吹きます、クッて手とかのやって、うん、ピュッて止まっちゃったらピーって吹きます。イングランドは多分そういうのでもあんま吹かないし、こうやってやめる選手がいないです。ブンデスはすごい。はい、ブンデスあんま見てない。ブンデス見てない、見てない。怪我なしで行けたとしたらね、はい、と何年楽しみたい？18歳で入るときに40まではやろうかなと思ったんですよ。なんで、うん、そのくらいかな。でも情熱も続くかどうかっていう。情熱もやっぱ変わった、たちに来ると、うん、いろいろやっぱり知って
ったっていうのは良さでもあるんですけど悪さでもあります。だから子供のままで入れることって最強なんですね。今日菅ちゃんと喋ってたんですけど、大丈夫って子供みたいな顔してんだ。なんで？可愛いな、あの顔見てみ。今日練習楽しみだったから今不定不機嫌な顔してるぞ。あれ、むすっと可愛いなとか言って二人で喋ってた。もうあ、ちょっときついなってなってる時の顔は俺には分かる、ね。完璧に自分を見ても分かる。分かるでしょ。あのここ4センチぐらい下がってる。今日練習終わったら3分ぐらい話しかけてんの、ずっと。可愛いっす。意外と悩んで、一緒にやってからいろんな大悟くんの一面見えたんですけど、他のチームの時はこの人マジでミスにも動じない何でも前向きなこう変わった人だなと思ったんですけど、一緒のチームになってから、あ、ちょっと人間味らしいとこあるんだっていうのを見れたんで、やっぱ負けず嫌いはあるんで面白くねえなとかつまんねえなっていうのあるけど、それはでき本当に家に帰るまでは出さない。家のドア開けたらもう解放。それまではやっぱ枕にわーってやる、ポウダメ、ポウ、ポウ、ああじゃなくてポウ、それで一回。これでも去年よりないわ、その多分落ち込むとか多分ない。ポウ、ない。ないと思う。今年。っていうことはメンタル成長してるかもしれない。West、West。ドームと普通のところとのボールの伸び方の違いとかありますか？若干あるかもしれないです。室内ですね。はい。やっぱ違う？サッカー。はい。なんかそれ室内の違いなのか照明なのか。うん、まあ、芝なのかいろいろいろんな要素があるんで分かんないですけど、有利に働く違い、そんなに別にどっちかにっていうのはないですね。その慣れるほど練習もしないんで、ドーム、僕ドームのいいところは気候に左右されないっていうのがあるんで、うん、ある程度毎回同じでも、外だとやっぱり今日風ちょっと強いなとか、まあ、それもそれでいい部分も悪い部分もあるんですけど、けどドームはそういうのがないんで、ある程度自分の想像通りじゃないですか、はい、分かりやすい、自分の想像を超えてきてくれた方が嬉しいんで、なんかそのサッカーの楽しさって そこじゃないですか、即興性なんで、その読み合いジャズです、僕の一番好きな自分の言葉なんですけどね。ジャズです、サッカーはジャズ、何ですか、即興だろ、どうします、俺タオゾンとか試合のインタビューで今日の試合どうでしたか、ジャズです、今の試合どうする、俺そういうの結構もらってとっさに出ちゃうから使っていいよ相当いい試合じゃないと言っちゃうね。ただしかも言ったはいいもん、それはどういう意味って言われたらあんまり意味分かってないから、ごちそうさまでした、ありがとうございます、すいません、ゴツンってこいつ明日削るわ今からなんか締めるんだよ、うちはあの緩いんだよ、締めとかオープニングとかあんまない、 J リーグの YouTube の締めだからっていうのをさ見せてくれると嬉しいんだけどさ、おっさんなかなか無茶振りしてきたぞ頼むぞ、見しちゃってくれ、カメラ映ってないから俺強いからねいやもうさらますよ、ばっちり僕あの映しておいたんでダメだよ、ウエスウエスっていうあれなんですよ、このチャンネルの